はい、三本ローラーの乗り方についてご紹介したいと思います。まず三本ローラーに乗りましたら、足をちゃんとつけるかを練習してください。ローラー台のこう枠があるんですけど、まあ、細いのでつきにくいと、こういう練習ですね。で、足がちゃんとつけるか、倒れずに、ね、で次にここで収まらない場合はもっと外に足をつかないといけないので、まあ、そうなりますと一段ローラーの分だけ高い位置にありますから怖いんですよね、普段より高いと。まあ、それでもちゃんと足をつかないといけないので、こうしっかり足をつく練習で、皆さん左側からしか乗り降りしない人が多いと思うので、左しかできないと右に倒れることももちろんありますので、右に倒れた時に足がちゃんとつけない、右側からも乗れるように、右側からも乗り降りできるようにしてみましょう。次にブレーキをかけていてもローラーが動くので止まりません。まあ、これも怖い理由ですね。ローラーの上ではブレーキは無意味です。ハンドルをぐにゃぐにゃ曲げちゃいますと、タイヤと普通は地面なんで丸と線がひっついてるんですけど、これ丸と丸なんですよね。丸と丸なので、タイヤが前輪が曲がりますとぐにゅんとこうぐにゅんとなっちゃいます。まあ、これも怖い理由で、さらに皆さんトップチューブにまたがった状態、この状態からしか乗り降りができないと、こう一瞬ペダルを回してない状態でお尻を乗っけないといけませんから、まあ、それができない。この状態で上支点下支点ペダル回らない、回らないので、まあ、乗れないということになります。あといってこういうので壁を頼っちゃうと大体こう斜めになりますね。こう斜めになっちゃうとどんどん反対に行っちゃいます。壁に手をつくというのはあまりよろしくない。まあ、もし最悪やるとしてもこう肩か肘ですね、壁ギリギリにしておいて肩か肘であんまりこうならないように、まあ、ほんとギリギリまでつけてやると。この状態ペダルを水平にしておいてですね、ブレーキはかけない、左足を乗せたら回す、はい、止まるときはペダルを止めてから足を外すと。まあ、こういう遊びですね。なるべくゆっくり、なるべくゆっくり走る。で、立ち込み。でもなるべくゆっくり立ち込み。超低速でのバランストレーニングと。ローラー台は3本ローラーは、ペダルを速く回すためのものではなくって、こうバランスボールと同じように、考えていただけると遊びがいがあるんじゃないでしょうかと。